ソフトバンクは第2次戦力外通告期間の初日となった22日に森唯斗投手、嘉山伸也投手、上林誠司外野手ら実績組を含む7選手に、来季の契約を締結しない方針を正式通達した。さらに判断保留となっている選手もいる。3日後に迫ったドラフト会議に向けた方向性と戦略は固まりつつあり、当日の成果次第でさらなる人員整理が行われる可能性は高い。フロントこそ血の入れ替えが必要。まるで他人事のようなものいい。フロントの方が戦力外。選手の前にフロントを変えるのが先では、選手たちだけではなくフロントにも非常通告を。枠のないフロントはそのままなんておかしな話。フロントの戦力外もそろそろ発表しないと。育成含めてあれだけ取るんだから、そりゃたくさん辞めさせなあかんわな。これを機に選手からの入団不人気球団になる。上も下も買い殺しでは全員野球のオリックスに勝てるはずがない。ここ数年の結果は編成陣の責任も重大。ちょっと活躍したぐらいでやたらに年俸を上げまくるからダメになったらすぐに切られるんよな。せっかく3、4軍があるのに育成枠から這い上がれるのが一人じゃ、選手は夢どころか不安しか感じないだろうな。3軍までで十分選手がいるのに4軍まで作って昇格の枠が少ないし育てられない。年俸期にせんかったらどこか獲得に動くでしょこの3人は。ドラフトの結果で戦力外とは選手はたまらんわな。ドラフト支配下枠の指名選手の数次第で C 野と高橋他にねえくらいはありそう。間違いなく逸材だった上林と高橋純平を育てられなかったことを反省しろや。若手で伸びない選手があと数人はやられるやろうな。上林や高橋は他球団が取りに動くやろ。最終戦まで出場していた選手でさえ戦力外か。若手に舵を切ると言って FA 選手を獲得は本末転倒。高橋玲が一時で残ったのが不思議。高橋玲、泉、このあたりが保留、もしくは現役ドラフト候補になってるんじゃないかと予想。高橋玲はアウトやろ。